山本由伸ガチでキサリ。山本由伸さん、6回無失点で防御率は 45.00、 2.91 まで8日。韓国の炎上を除くと防御率 1.64。 チョンのクソマウンドのせいでね。投げなさすぎたら W100 球投げられない。宝石のような山本、もうどこへも行くな。やっぱりバーンズの方が相性良いんだわ。さすがカーショーが認めたキャッチャーだ。6点あったら7回までは投げてほしいよな。向こうでは同じ日本人で比べられる今永のせいで、これでも馬場引いたと煽られる模様。韓国のマウンドでもあかんかったんか。涌井さんの逆バージョン、あかんタイトル取ってまう。憧れの韓国で舞い上がっちゃったからしゃあない。平常心で望めればこんなもんよ。よくここまで立て直したな。開幕戦だけ見たら全く通用してなかったのに。そら日本一だからな、やってもらわないと。こな開幕戦抜いた成績で語ろうぜ。あんなのインチキやろ。韓国が打高なのって球場のせいやったりするんか。パドレスカブスにはスプリットを完全に見切られてた。今後当たった時にどうなるか。なんか監督と抱き合ってたし6回で降板か。ご視聴ありがとうございました。